はい、とも、海です。本日も、デイちゃんの幕切れ、続きからやっていこうと思います。はい、今回でこのデイちゃんの幕切れ、最終回になります。もうめちゃくちゃ悲しい。16、7回ぐらいね、分けてこの動画撮っていったんですけども、はい、とうとう終わるということで、いや、ちょっとね、めちゃくちゃ思い出深いゲームになりましたね。本当にストーリーめちゃくちゃ面白かった。いや、とりあえずやっていきましょう。シナリオ選択。前回は、トバリのね、ショタトバリ見てもうめちゃくちゃ可愛いってなってたんですけど、あれなんかショタトバリだけ暗いんだけど、えなんかショタトバリだけ押せない、えでもここ押せるどういうこと、なんかバグってる、まあいいや。えじゃあ眠れぬ夜に君を思う、うわーちょっと何このタイトル、めちゃくちゃいいじゃん。やっていきましょう。はい、いやほんとね、トバリとかずみちゃんの出会いは素敵だったし、だけどヤンデレだったよね、ショタ時代から、トバリは。あれ面白かった。あれはまだ、俺が高校3年生になって少し経った頃。桜も散り、夏の気配が近づいてきた梅雨時だった。これ成長したトバリの、心情ってことだよね、このお話は。急にかすみに純喫茶に呼ばれ、この話を聞かされた時は生きた心地がしなかった。あ、そうだったんだ。あのストーカーされてる事件のことだよね。お父様もお母様もいなくなってしまったわ。私一人ぼっちになってしまったの。あ、その話か。ストーカーじゃなくて言い名付けじゃなくなる時が、あ、なんかこんな表情初めて見る気がする。かすみ、まさか彼女の家がこんな悲惨なことになっているとは夢にも思わなかった。目の前で大粒の涙を流す彼女はいつだって強く気高く可憐に生きてきたはずなのに、今は慣れかけている花のようだ。なあ、俺の家に来いよ。借金も肩代わりするし、お前は一人じゃない。俺がいる。無理よ。トバリのご両親に合わせる顔がないわ。特にトバリのお母様には、なんて言われるか。カスーミはそう言って顔をうつむける。確かに俺の母上は少々固いお方だ。カスーミの方から出向いたら、なんか嫌味を言われるかもしれない。まあそうね。前回のお母様結構、なんか、めんどくさそうなお母さんでしたよね。大丈夫、俺が説得するから、母上にも父上にも言って聞かせる。だから、もうダメなの。家に借金取りの人が来て、私の部屋も調度品も全部差し押さえられてしまったわ。それに私、その借金取りの方のおすすめで、カフェという場所で働くことになってしまったの。トバリは知ってる。借金取りの人に勧められたんだ、あの場所。は？カフェ？あ、またこの顔、新しい。こんな表情見たことない。その言葉を聞いて、冷や汗がブワッと湧き出た。あんなの、低俗な風俗営業じゃないか。なぜかすみが見知らぬ男どもの隣に座って釈放しなければならないのだろうか。お前、そんなのも知らないで承諾したのか？今すぐやめろ！自分の身を売るようなもんだぞ！え、でも、お客様にお釈放してお話をするだけのお仕事よ。ただそれだけなわけがあるか。建前はそうだが、実際の客層なんてたかが知れてる。まあそれ以上行く可能性も全然あるってことだよね。もしかすみに他の男の手が触れようものなら、ふつつとどす黒い感情が己の腹の中で広がっていく。ダメだ。ここでかすみに当たり散らしたところで怯えさせるだけだ。トバリ、心配してくれるのは嬉しいけど、私なら大丈夫よ。婚約が解消したって、私とあなたの縁が切れるわけじゃないでしょ。あなたはいつだって強くて賢くて勇敢だわ。私はトバリのことずっと頼りにしてるの。ああ、もう焦ってるね。俺はお前にそんなこと言われるほどできた人間じゃない。お前に振り向いてほしくてできた人間を演じてるだけだ。まだ完璧には程遠い。だからこれからもお友達でいてほしいわ。かすみが泣き晴らした顔でなんとか笑顔を作った。そんな顔するなよ。自分が情けなくてしょうがなかった。たった一人、この可愛らしい言い名付けを救うことすら、今の俺にはできない。もう家もなくて、カフェのオーナーが貸し出してくれるアパートに引っ越したの。トバリを家に呼ぶことも、もうできなくなってしまったけれど、またいつか、いつものように二人でこうして、おしゃべりしましょう。こういう経緯で、なってたんだね、ああやって。
そんなの当たり前だろ。振り絞った俺の声に彼女は優しく微笑んだ。ありがとう、トバリ。いつまでもお友達よ。いや、トバリはお友達じゃ満足できないんだよ。だけどかといってね、お父さんお母さんとかの問題もあるからね、かすみちゃんを受け入れるのもまた一苦労ですよね。その言葉がひどく苦しく、息もできないほどに俺の喉元を締め付けた。あ、友達っていう言葉が？いい名付けだったもんね、今までは。わぁ、うわぁ、ちょっとヤンデレみたいな目になってる。くそ。めっちゃ殴って、痛い。拳で何度も壁を殴りつけた。突然の計画が外の実態、計画外の事態に頭がおかしくなりそうだった。くそ、どうしてだ？怒りと悔しさに唇を噛みしめた。心が負の感情でかき乱されている。かすうみのこととなるといつもこうだ。かすうみの家が傾いていることは知ってたけど、まさか会社が倒産してご両親が心中するだなんて思わないだろ。そこまで。ご両親心中、あれそんな内容出てたっけ？めっちゃやばいですねそれマジで。かすうみつら。俺が大学卒業を機に結婚の予定だったのに、なぜそれまで保ってなかったんだ。せめてご両親が国交の絵の本件に取り合ってくれたら、まだ何かしらの救いがあったかもしれないのに。箱入り娘のかすうみだけじゃ借金取りにつけ込まれるのもおかしくない。もっと俺が近くにいてやれたら、もっと俺がそばで見ていられたら。再度強く壁を殴った。かすうみちゃんガチでやばいですね、環境が。思い切りついた拳でがじんじんと痛む。呼吸を整えることもできずに、肩で息をしているとドアのノックが音が聞こえた。トバリさん入りま、あ、ママ。ママ。これどうなるんだろう。言い名付け開始。あ、え？ママのスチル、スチルじゃない、立ち。前回出てなかったって。めっちゃ美人。似てる、トバリに。めっちゃ似てるわ。もう髪の毛つけたみたいな感じだもん、トバリに。え、めっちゃ美人。何かご用ですか、母上。用も何も、私の部屋まで音が響いていまして。まあ、あんだけ殴ればそうね。ごめん、ママ。部屋の電気もつけずに何をしていたんですか？すみません。あなたをそんな野蛮に育てたつもりはありませんよ。俺が黙っていると母上は一つため息を吐いた。もしかして九重さんのことで悩んでいたのかしら。冷静なあなたの気を乱すほどの存在なんてあのお嬢さんだけでしょ。九重家が傾いていたのはご存知ですよね、母上。もちろん知っておりますわ。倒産したと知った時にご挨拶に出向こうと思っておりましたが、まさかお亡くなりになられるなってるとは。それでも俺は彼女と添い遂げたいです。俺のまっすぐな本音に母上は驚いたような顔をしてから首を横に振った。まあダメって言うよね。簡単に承諾できるほど私には権限がありませんわ。父上にお伝えすればいいですか。暁さんでしたら、暁だったっけ、明さんだったっけ。この間戸張さんのお見合い相手の写真を見ていましたよ。うわ、次の候補探してるの。やだよ、トバリ絶対もう無理だよ。トバリさんの将来と歌代家の発展を考えると、あなたの望みを叶えてあげることは難しいかもしれません。ちゃんとお母さん聞いてくれはするんだね。そこは優しいね。トバリさん言うこと聞けますわ。あ、全然優しくなかったわ。全然優しくない。そうやってまた俺を苦しめる。有無を言わせないようなものに聞かないとどうなるか分かっているだろうという脅し。母上の言葉は呪いだ。その一言で俺を締め上げる。だけど、トバリさん、お返事は？嫌です。まあね、もうあの時の子供じゃないからね。嫌です、母上。トバリさん？かすうみと一緒になれないのなら、もうどうなろうが構わない。もし彼女と一緒になれないなら、俺は死んでも構いません。冗談言わないでください。冗談じゃありません。本気です。彼女を殺して、俺も死にます。ですが、嫌ですよね。歌代の家に泥を塗るような真似ですから。
だからなるべく穏便に済ませたいと思っているのですが、いかがですか。俺の言葉に母上の言葉が詰まる。そしてじんわりと目元が赤くなり、次第にその目からボロボロと涙がこぼれ落ちていた。逆に今度はこっちが音をしてる。母上はいつも感情がすぐ顔に出る。やれやれ。うわーめっちゃ泣いてるわ。私はあなたをそんな風に育てた覚えはありません。親の目の前で死ぬだなんて言葉、よく言えたものですね。三つもそれ。こうでもしないと母上は聞いてくれなさそうなので。三つも育てた覚えはありませんって言ってる。俺の言葉を聞くや否や、母上の金切り声が部屋中に響き渡った。うわーヒステリック。久しぶりに聞くその音が日々ひどく耳障りで、思わず眉をギュッとしかめると、そう傍らでドアの開く音がした。あ、パパ。あ、完全な、ちょっと似てるけどお母さんにですね。とばりパパ、ちょびひげ。うるさいぞ、何事だ。あなた聞いてください、とばりさんが。とばりさんが。とばりがどうした。それが、とばりさんたらひどいんです。親に向かってぶしつけなことを平気で言ってきて。ああ、わかったから落ち着け。お前はもう部屋に戻っていなさい。事情はとばりから聞くから。ですが。私の言うことが聞けないのか。部屋に戻っていろと言ったんだ。お父さんと一対一ちょっと怖いな。父上にそう言われ、母上はハンケチで目元を拭いながら逃げるように部屋を出て行ってしまった。わー、なんかちょっとんな気まずい雰囲気感じますね。で、トバリイケメン、お父さんもイケメンですね。目元が似てるのかな。トバリが、なー、ちょっとごめん、飛ばしちゃった。ここの駅のご令嬢と婚姻を結べないなら死ぬと言っただけです。あ、さすがにびっくりしてる。父上の目が見開く。普段表情の動かない父上の驚いた顔に少し物珍しさを感じた。カオルが声を荒げる理由は分かった。だがなぜそんなこと、そんなにあのご令嬢に惚れ込んでいたのか。はい、彼女は俺の生きる理由です。本当は家族という身分が嫌いだったけれど、カスミがいたから家族も悪くないと思った。カスミにふさわしい男でいられるのならこれでもいいと思ったのだ。まあ、そのカスミがね、もう落ちてしまったらね、家族である理由もないのか。むしろカスミをなら家族でなければいけないと思った。あのお嬢さんの何がそこまでお前を魅了させる。もっと上玉のものも探せば見つかるぞ。見た目の問題ではありません。ではなんだ、教養か、それとも彼女に秀でた芸事でも。そんなことではないです。見た目とか教養とかそんな上っ面なことじゃない。彼女は蝶を可愛いと言ってくれたのです。は？蝶を可愛い？そんなくだらない理由で。それくらい他の相手でも。彼女以外にはいません。他の女性は子供の時の俺にその言葉を言えますか。今必要なわけではないんです。俺はあの時言って欲しかっただけなんです。くれる、欲しい言葉をくれたのがカスミちゃんだったんだよね。あの時の俺は一人だった。父上にも母上にも必要のない外出を禁じられ辛かったんです。父上は俺の好きな蝶も気持ち悪いと言って殺してしまいましたよね。けど彼女だけは僕の好きなものを認めてくれたんです。僕自身を見ようとしてくれたんです。だから父上、身勝手な願いだとは承知しています。ですがどうかお願いいたします。深く頭を下げ、わあ、ちゃんと真面目に頼んでるんだ。頭上からは何も聞こえないけれど、承諾してもらうまで頭を上げる気はなかった。もうこんなん何も言えんでしょ。だよね。わかった。珍しくお前がそこまで言うんだ。私は構わない。今まで頑張ってきたからね。トバリはたまにはわがまま聞いてよね。父上、その言葉で一瞬舞い上がってしまった俺に父上が言った。ああ、まあまずは学問に励みなさい。そのうち婚姻のことは考えてやるから。何これ、いいこと悪いこと。
やっぱりこの人は俺の言うことなんか聞いてくれやしない。やっぱ悪いことだよね。悪い方だよね。この人は仕事でしか顔の表情筋が動かない。仕事以外笑うことがないのだ。うわ、じゃあこれ仕事と思ってる。一度たりとも俺に笑顔を向けたころくれたことなんてなかったのに、まさか今この場で見せられるとは。接待でしかないその顔を俺に向かってするな。何とも言えない屈辱的な気持ちに苛まれた。お、誰、メイドさん、あ、女中。え、旦那様、そろそろ夜も遅いですし、寝室に。ああ、そうだな。お待ちください。部屋に戻ろうとする父上を見て、俺は父上に声をかけた女中の腕を思い切り引っ張り、携帯していた銃をこめかみに突きつけた。え、携帯してたの、銃を。危な、怖っ。ああ、ちょっと目が血走ってない？とばり、何をする。父上、約束してください。必ずカスーミをこの家に連れてきたら、その時に結婚を承諾すると。何を承諾すると言っているだろう。その薄ら寒い笑みをおやめになってからおっしゃってもらえますか。もし承諾しなかったら、この女中を殺します。父上がこの女中をひいきにしていること、存じ上げておりますよ。何を言って。見ていないとでも思っていたのですか。13歳の俺には刺激が強かったのでよく覚えております。うわ、待って、不倫してたってこと、この女中と。おーい、父上。当時はひどく傷つきました。まあ父上に俺の気持ちなんて理解できないと思いますが。その上、今でもこの女の甲高い声が頭にこびりついて離れません。あなたが俺と母上の前では見せない顔をしていたのも覚えています。扉の隙間からでもよく見えましたよ。旦那様。ああ、気色悪い。この女に限らず頻繁にお座敷遊びまでするんですから、俺がどんな気持ちで付き合ってたか分かりますか。俺でさえ気分が悪いのに、こんなおぞましい話母上にしたらどうなってしまう。いやー、お母さんが知ったらもうやばいよ。父上、分かっていますよね。俺はカスミと結ばれるためなら手段を選びません。女中のこめかみにより強く拳銃を突きつけると、珍しく父上は焦った顔をしていた。分かった、約束しよう。承諾書でも何でも書くから、それを下ろしなさい。その言葉に俺は女中から手を離し銃をしまう。わー、立場逆転ですね。約束ですからね、父上。あ、分かった。父上はしぶしぶうなずくと女中の手を引いた。まったく、あんな風に育てた覚えはないんだから。お前も言うんかい。お前もお母さんもお父さんも。そしてそのまま部屋を後にした。あなたたちがね、縛ってきたから、トバリはね、今のトバリになったんだよ。静かになった部屋で自分の乾いた笑い声でだけが聞こえるね。両親からそんなこと言われ、うわっ、うわあ、わわわ、トバリが狂っちゃった。何年も押し殺してきた甲斐があった。何年も黙って言うことを聞いてきた甲斐があった。ようやくこれで父上と母上の言うことを聞かないで済む。絶好の機会で弱みを揺することができた。父上も母上も息子を犯罪者にしたくなければ、後継ぎを失う、なくすこともしたくないだろう。下手なことはできないはずだ。完璧までもう少しだ。親の言いなりになっていたわ、なっていては完璧になれないからだ。ようやく一歩前に進めた。カスミ、もうすぐ迎えに行くよ。よりお前にふさわしい男になって、お前をこの家に迎え入れるから。うわー。なるほどね。ここでもう完全に闇落ちしたというか、ヤンデレ化したんだね。お前が居心地が悪いというのなら、父上と母上は俺が後を継いだら追い出せばいい。そしたら計らずとも俺とカスミ二人だけの鳥籠が完成する。他人とどう思われようが関係ない。おかしいとか狂ってるとか言いたければ勝手に言えばいい。何かが間違っていようが、俺のカスミへの愛だけは本物だ。一目見た時からずっと好きだった。一緒に過ごせば過ごすほど、狂おしいほど彼女に惹かれていった。俺にだけ見せてくれる怒ったり拗ねたりする顔も、誰にでも優しくて純粋なところも、いつもひたむきで一生懸命なところも、全部全部大好きだ。
子供の時からお前の隣にいる時間が一番暖かくて嫌なことも忘れられて幸せだった。正しい愛情表現なんて誰にも教わっていないからわからないけど、それでも精一杯の愛をお前だけに捧げるから。愛してるぜカスーミ、絶対二人で幸せになろうな。今度は絶対失敗しない。どんな手を使ってもカスーミから目を離さない。どんな手段を使おうとも、カスーミ、ただ一人お前だけが俺の生きる理由なのだから。トバリはね、両親からちゃんと愛をもらえなかったからこうなっちゃった。うわーわー、なんか終わっちゃった。え、これで終わり？終わった。完全にエンディング入ったよねこれ。うわー、終わった。え、ちょっとめっちゃ鳥肌立ってる。もう何このイラスト、めっちゃ綺麗。手をつないで寝てるの可愛すぎる。うわ、めっちゃねえ、やばい。エンディング、なんか見たことないイラストとかあったしさ、演出がめちゃくちゃ凝ってたし、うわー、ちょっとありがとうございました。いやー、本当にこんな素敵なゲームを作っていただき本当にありがとうございます。え、もうちょっとめっちゃ涙腺緩んだわ今。うわー、終わった。マジで終わったよねこれ。まだある？あ、完全に終わりましたね。あ、いや、ちょっとめちゃくちゃ語りたいことがさ山ほどあるんですけども。あ、資料室開放されてる。そう、これめっちゃ気になってた。行きましょう資料室。ずっと鍵かかってたもんねここ。資料室、一人ずつキャラクターのなんかいろいろ見れるのか。じゃあトバリから見ていきましょう。はい、歌代トバリ、第一高等学校3年生の青年。家族であり、父親の爵位は公爵。幼い頃から外で遊ぶのが好きだったが、教育熱心な両親に制限され、習い事漬けに。小学生時代は家庭教師による必修科目の受講に加え、英語、ドイツ語、テーブルマナー、礼儀作法、拳銃、剣道。やりすぎ、やりすぎ、マジで。母親の、なんだっけこれ、思考で、バイオリンや、茶道も習っていた。いいなずけと出会ってから彼女の隣に立てる男になるべく努力を重ね続けている。年齢18歳、身長175センチ、体重62キロ、誕生日10月27日、星座、何座だっけ、血液型 O 型、好きなもの、ストロベリー、アイス、推理物のキネマ、嫌いなもの、ブラックコーヒー、浮気。うわ、浮気。まあ、見てたもんね。親がね、してたところ見たりしたら、マジでもう嫌になるだろうね。特技、フットボール。子供の頃の夢、超。彼女の好きなところ、全部。かすみちゃんの好きなところ、全部ね。あ、終わった！はいはい。あ、なるほど。2ページね。じゃあ次は、平井くん。平井京太郎、第一高等学校3年生の青年。出身は埼玉の奥地にある集落で、その一帯を占める地主家に生まれた。兄と姉と弟がいる。兄と姉と弟、真ん中ですねやっぱり。
趣味は読書、地元ではずば抜けて頭がよく、幼い頃から勉強一筋で生きてきた。そのせいで友人らしい友人は一人もいなかった。睡眠時間が短く、体力も低めだが、記憶能力と速読能力に長けている。ひねくれてはいるが、自分をここまで育ててくれた両親には感謝しているらしい。年齢18歳、身長170センチ、とばりのがちょっと高いのかな、57キロ、誕生日11月16日、星座、あ、またこれとばりと一緒か。血液型 A 型、好きなもの文学、ブラックコーヒー、印象派絵画。ブラックコーヒー、とばり嫌いだったよね、逆だ。嫌いなもの田舎、南派なやつ、運動、特技鉛筆画、絵を描くことってことかな。子供の頃の夢、大学教授。彼女の好きなところ、優しいところ、はい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 、なんか優しいところ、それぞれみんなあるのか、あ、優しいところじゃない、好きなところどう書かれるんだろうみんな。橘八尋、本名は橘仁、23歳、23歳なんだ。3人兄弟の3番目、極度の狂言癖、そうだったね。西の方の行村に住んでいたが、一つ上の兄を興味本位で殺してしまい、怖いって、興味本位で殺して、村から追い出されたって東京、あ、村から追い出されたんだ、東京へ出てきた。その後夜の街で遊んでいた工藤に自分から話しかけ、家族の一員になる。家では持ち前の調子の良さで、工藤には特別可愛がられており、本人もその立場と田舎とは違う自由な生活に満足していた。しかし工藤の希望で狙っていた町酔い亭の桜に彼自身が惚れてしまったことで、事件は大きく動き出す。はい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 。年齢23歳、身長180センチ、でか、66キロ、誕生日6月19日、星座双子座、血液型 AB 型、男性ワイン、血液好きなもの怖っ、嫌いなもの梅干し、特技料理、ハテナ、特技なんでそんなハテナなの。子供の頃の夢、可愛いお嫁さんをもらうこと。彼女の好きなところ、自分と違って汚れてないところ。なるほど、そういう純白なところに好きになった、惚れ込んだんだ、かすみちゃんの。なるほどね、箱入り娘だったからね。じゃあはい、 K、 本名は K、 3つある K は、そうだよね。幼い頃に捨てられる路上生活をしていたところ、10歳の頃に工藤にさらわれる。15歳で家出をした後は、町酔いの家で家事手伝いをしながら隠れ住んでいたが、町宮がカフェを開くことをきっかけに女給として働くようになった。女装するのは本人曰くその方が安心だから。であった仁に対しては少なからず思い入れがあったようだ。はいはい。計25歳、まあお兄ちゃんって言ってたもんね、橘が。168センチ、ちょっとみんなよりちっちゃいぐらいか。体重59キロ、誕生日不明、星座不明、血液型全部不明だ。好きなもの、今の家族と仕事、音楽。嫌いなもの、親父、詮索好きなやつ。特技、指笛。子供の頃の夢、一人立ち。彼女の好きなところ、素直でまっすぐなところ。わー、みんなそれぞれかすみちゃんの好きなところ違いますね。いや、まあ、とばりはある意味一緒なのかな、全部だから、そういうところも全部好きなんだよね。はい。じゃあ、あー、もう懐かしい、さゆりちゃん。大阪出身の女給、19歳。もともと大阪で女給をしていたが、その店が不景気になり、つてで町酔い亭で働くことになった。明るい性格で客にも女給にも人気がある。本名は小沢ゆき。へー、初めて知った。小沢ゆきちゃん。あ、はいはい。で、オーナー。私がずっと悪役だと思ってたオーナー。町宮総一郎。東京で町酔い亭を含んだ数軒の飲食店を経営している。49歳。若い頃に病気で妻を亡くし、その一人息子も北の戦争で、なんとかってしまった。雨の中、路上で座り込んでいた K を保護し、養子として迎え入れた。現在は K から空洞一家と八尋の話を聞き、5年前の真相を暴くべく、一家の行方を追っているらしい。あ、そうだったんだ。じゃあ、いや、本当に味方だったんだね、もう。ごめんね、疑ってずっと。はい、じゃあ、二人、工藤光代、
だったよね。元潤さん、当時34歳、国の仕事が肌に合わず退職した後は、商館や賭博場の、用心棒をして生活していた。ある日、スリを働こうとした K を捕まえたことにより、新しい商売を思いつく。最悪。ここで最悪な商売を見つけたんだ。イサム、どっちだっけ？イサムだった気がする。工藤一家の三男、当時10歳、見た目の特徴から工藤に借り子をさせられていた。現在、八尋とはそれなりに仲良くしているらしい。あ、そうなんだ。成長してからもってこと？成長した絵、ちょっと見たいけど。ないよね、さすがに。はい、パパ、ママ。歌代家、公爵の歌代明とその妻、薫の間に生まれた。罪男、とばりの、三人家族、何十もの土地を所有している資産家、公爵であった九重本家の子供ととばりを結婚させる予定だったが、本家で女児が生まれず、分家で死、あーやばい、もう漢字が難しい、主人公と婚姻を結ぶことになった。とばりは薫が19歳の時に出産。若っ。その時か、あきらは27歳であった。19と27だから、8歳差か。結構まあ離れてますね。若い頃に産みましたね、とばりのこと。はい。じゃあ、オープニングムービーとか、見れるんだ。こんなんあったっけ？オープニングムービーとか。そこであなたは家計の受給として働きながら4人の子を見せてこい。知らん知らん、こんなん見てない多分。ちょっと面白い面白い。歌もあるちゃんと。かわいい、このかすみちゃんの立ち。こんなかすみちゃん初めてじゃない？かわいい。立ち絵なかったもんね、かすみちゃん。わー、ちょっと。マジで、もうアニメ化していいんじゃないってぐらい。クオリティ高すぎる。もう最高なんだけど、本当に。これエンディングムービーは多分、さっき見たやつだよね。ちょっと一応確認。こんな BGM だった気がする。はい、ということで資料室も全部見終わりましたね。いやー、ちょっと終わってしまう、本当に。悲しすぎる。いや、でも資料室のさ、みんながかすみちゃんを好きなところがバラバラなのが、やっぱ、あそこが一番なんか面白かったですね。みんなそこが好きだったんか、みたいな感じ。はい、ちょっとギャラリーちょっと見て、見返そう。終わりたくない、マジで。いや、マジでアニメ化とかしてほしいレベルにね、この作品大好きなんだけど。うわぁ、ちょっとこっちのね、おまけ編っていうか過去編でもね、いっぱい失礼ありましたね。いやぁ、ほんと、いろいろありましたわ。いやぁ、これめっちゃ素敵。いや、みんなね、成長してさ、かすみちゃんとこういうスチルあったじゃん。とばりも、あってほしかったけど、なかったね。これ、この子供の時のやつが特別にあったけど。いやー、素敵だわー。いやー、かわいい。いやなんか闇立花見るとちょっと面白くなってしまう。いやー、これね、これは怖いけど。はい、いやー、本当に、終わっちゃいましたほんとストーリーがめちゃくちゃ面白かったですね。サスペンスものだったり、ヤンデレキャラもいたり。
ね、純粋ピュアな恋愛もあったりと、もういろいろ盛りだくさんでしたね。いや、面白すぎる、本当に。でもやっぱ私、全部ストーリー見終わった後でも、トバリが一番好きかなってなりましたね。このゲーム始める前も、見た目はトバリが一番ちょっと気になってたんですけども、他のキャラもね、もちろん好きなところあるんですけども、一番はやっぱトバリ、ね、もう顔面がまず好みってのもあるしね。あと、ヤンデレだけど、本当にカスーミちゃんのことが好きで好きでたまらない感じがめちゃいいっすね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。